はい、おはようございます。おはようございます。ただいまの気温は40度を超えました。はい、日陰で40度超えてましたね。はい、なんてことでしょう。なんていうことでしょう。地獄です。暑すぎます。はい、オラちゃんはこの地獄の他にどんな地獄を味わったことありますか。まあ、ちょっとあまり電波に乗せて言えないような地獄はたくさんございますね。どんな生き方してきたんですか。キャサリンは。そうですね。結構ピーとかバーンっちゃいそうな感じですかね。二人とも深い闇を感じますね。はい、少し日に当たってね、闇を消し去ってください。はい。はい。とりあえずちょっと休み休みだね。もう今でしんどいね。はい。はい。まあとりあえずね、やってみましょうか。はい。では今日も一日頑張るぞ。おう。
想してない雷と雨ですね。はい。さっさに同席に飛んです。同席に踊る。これはね、人間はこれで取るしかないですね。お菓子を食べます。食べて責任を取ろうと。はい。まあまあね、なんかちょっとおかしい感じです。そうですね。はい。おかしな気に。すいません。もうおかしな二人がお菓子を食べてるだけでも十分ですけどね。はい。ということで今日は何でしょう。はい。こちら。じゃん。どう？テントボックス。ゾウさんの顔なんですね。なんか、はい、かわいいですね。中身何ですか？開けてみましょう。クッキーです。はい、すごい。めっちゃでかい。ちょっとゾウの足。あ、なんかいろんな。いろんな。うん。これはなんだかちょっと。いいですね、食べ応えあって。はい。大きいですね。では早速責任を取らせていただきました。責任を取らせて。私も便乗していただきます。いただきます。こんなに大きい。すごい大きい。でも薄い。いただきます。いただきます。いちご味ですね。チョコチップクッキーです。え、チョコチップクッキーです。うん、おいしい。いただき物は美味しいですね。はい、幸せですね。はい、こんな責任の取り方だったらちょっと取りますね。大丈夫ですよ、そのうち雷落ちますよ。そのまんま、うん、文字通り。そうです。これくらい暑い中でね、雨降っちゃうとなんか温泉入ってる気分だよね。そうですね。のぼせそうだね。のぼせそう。湿度が上がってきました。あ、また降ってきましたね。はい。ほら怒ってますよ。はい、食べ終わりました。責任を取り終わりました。はい、じゃあ空に向かって謝ってください。ごめんなさい。ごめんなさい。今日もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。小屋は水浸しです。はい。
Thank you.
はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。いや、雷に雨に、はい、この40度超えた暑さに、やばいですね。はい、やばい。本当に、こんな時は、水分補給、真っ赤なトマトで、行っちゃって。いただきます。なんか聞いたことあるセリフだね。めっちゃボリボリ言ってますね。言葉になりません。美味しいです。はい、ということで、はい、次回も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。次回も頑張るぞ。おう。